ー瀬は日本海軍の特務官。元は1935年4月にドイツハンブルクのフィンケンウェルダ社で浸水したオランダのラコローナ石油会社所属の輸送船、ヘノタ。1942年4月30日にオーストラリアのジェラルトンを出港し、イランのアーバーダーンへ向かっていたが、同年5月9日にインド洋上で日本海軍の報告丸と 愛国丸によって打破される。20名ほどの開港犯が乗り込み、まずペナに開港された。5月17日にペナに到着したが、その際在白艦船から訪問を向けられたという。その後、タラカンで油を積み、徳山へ向かうよう命じられ5月30日にタラカン到着。6月10日、徳山に到着。6月17日に東京湾に着き、6月20日に、 横浜捕獲審判所に引き渡された。東京湾への公開中には、開港班の大半が下痢になったり、大島に乗り上げかけたといったことがあったという。同年7月20日、大瀬と命名し、特務官に編入、舞鶴鎮守布石とし、運送官に類別された。同年10月5日に、横須賀海軍交渉で、ガソリン輸送官として、整備完了し、 その後は主に南方からの形質輸送に従事した。1943年6月24日、高尾行きの第169戦乱に加わって航行中、天マ大島西方で、米戦スヌークの雷撃を受け魚雷2本が命中、機械室前方で船体がほとんど切断する被害を受けた。天マ大島で、応急修理の後、佐世保海軍交渉で修理を行った。 同年11月30日には、佐世保を出港し、輸送任務に就いた。1944年3月30日、パラオ大空襲で、米艦再機の空襲を受け沈没した。4月25日、本艦の残務整理は、前鶴沈時府艦船部隊残務整理班で行われた。5月10日、大瀬は、帝国特務艦席から除かれ、運送艦から削除された。 1942年6月19日、横須賀捕獲新検証に送致され、船体は横須賀陳府司令長官に委託される。8月15日、検定開始。同月18日、検定確定し、捕獲とされた。同月20日、官報に判決が掲載され、翌21日に執行手続きを終えた。戦後の1953年3月、 対日平和条約第17条に基づき、オランダからヘノタの捕獲措置が国際補助合法かどうかの最審査要求があり、日本側は運輸省の外局として捕獲新権、最審査委員会を設置し、検定を行った。本件は同年6月に検定確定し、日本海軍による捕獲措置は正当と認め、外務省はその結果を同年6月16日に オランダ大使館へ通告した。辺野田は、北獲新県再審査委員会が取り扱った、検定の最初の案件だった。三坂直角大佐、1942年7月20日から1943年9月15日、清川利始末大佐、1943年9月15日から1944年4月15日、日本特設感染物語ピアニッシ 330から331によると、ワーフとエイジーベッド、フィンカ・ウンダー・ハンバーグ。日本側の公文書及び新聞報道での表記は、ゼノタである。海軍官邸公式図面集ピアニッシモ、250から251に、掲載の公式図では、行角30度までの12センチメートル単層法が描かれているが、日本海軍全艦停止。 P866 掲載の写真には30度以上の行革をかける方が写っていて、写真解説も 12cm 単層広角方としている。ありがとうございます。